ベロウェの一例のパイプラインの概念図。4個の並列に動作する EX モジュールを持ち、1ワードあたり4命令を並列に実行する。ベロウェとはプロセッサの命令セットアーキテクチャの一種類である。ベロウェプロセッサは、その実行ユニットが並列的に一度に実行できる、ロードストア、演算、分岐などの命令の複数個からなる、かなり長い命令語によって、 単位の命令が構成されており、それをそのまま実行ユニットに投入する。実行に複数クロックかかるような命令もあるかもしれないが、そういったものも含めてタイミング的に全て差し支えなく実行できるように、ベロへの機械語プログラムは書かれていなければならず、依存や順序を解決するような機構をハードウェアでは持たない。一般にそのようなコードを生成するのは、 コンパイラの仕事となる。また、どうしても埋められないスロットは、ノップ、ノーオペレーション、何もしないで埋め、命令後の長さは常に固定帳となる。一般にベロウェプロセッサ自身は、リスクのコンセプトをより推し進めたような設計であるが、以上のような、複数の機能が詰め込まれた、長い固定帳の命令は、マイクロプログラム方式における、いわゆる水平型マイクロプログラムを直接外に、 出したようなもの、といったような感じに近い。なお、超長命令の由来は、命令語が最低でも128ビットといったように、長いものであることからである。スーパースカラや、アウトオブオーダーなどと異なり、命令列は、フェッチされたそのまま、実行ユニットに投入され、投入された後も並列性の分析などといった、必要がないため、ハードウェアコストの低下や、 動作の高速化が期待される。反面、ベロウェの性能を引き出すにはコンパイラが重要である。その意味でリスクよりもさらにソフトウェアに依存する側に、ヨったアーキテクチャと言える。命令セットアーキテクチャではなく、マイクロアーキテクチャを指して、ベロウェの語が使われることもある。ベロウェの採用例として、サーバ向けとして商品化されたマイクロプロセッサとしては、インテルが HP と開発した。 IA-64 の EPIC アーキテクチャがあるが IA-64 については普及はしていない。口述するが組み込み用プロセッサではベロウェ風の設計の複数メーカーの複数の製品ファミリーが継続している。ベロウェという用語とそのアーキテクチャの概念は1980年代初期に当時イェール大学のジョシュ・フィッシャーによって考案された。 とはいえ1980年前後には顕著であった。集積回路の集積度の向上と CG などといった膨大な計算量が必要な応用からの要請により似たようなアイディアは他でも独立して考案されており、日本で富田真次らが QA-1 に続き1983年に完成させた QA-2 などはベロウェアアーキテクチャの先駆であった。 今日では位置づけられている。フィッシャーはニューヨーク大学の大学院生の時トレーススケジューリングというベロウェのコンパイル技術を開発した。ベロウェが発明される以前には機能ユニットをあらかじめソフトウェアでスケジューリングし命令レベルの並列化をするという考え方は水平型マイクロコードの開発過程ですでに確立していた。フィッシャーの業績は 一般的なプログラミング言語で書かれたプログラムを水平型マイクロコードに変換するコンパイラを開発したことにある。フィッシャーの言った研究によってワイドイシューなマシン上で良いパフォーマンスを出すためには基本ブロックの中だけではなくそれを超えて並列性を探す必要があることが分かった。彼は基本ブロックを超えた並列性を見つけるためのリージョンスケジューリングも開発した。 トレーススケジューリングもそうしたスケジューリングテクニックの一つである。このスケジューリング技術は最も起こりそうな基本ブロックの経路を最初にスケジューリングする。そして次に2番目に起こりそうな経路をスケジューリングするという風に最後までスケジューリングしていく。それぞれのスケジューリングを行うとき、投機的な動作を扱うコードも必要に応じて挿入する。 フィッシャーが行った二つ目の革新的な業績はターゲット CPU のアーキテクチャはコンパイラに向くように設計されるべきでベロへのコンパイラとアーキテクチャは協調設計されなくてはならないと概念を主張したことである。このことはイエール大学でフィッシャーが不動小数点システム FPS164 のようなアーキテクチャ向けのコンパイラを作ることが 難しかったという体験に基づいている。FPS164 は複雑な命令体系を持っているため、コード生成で最適な命令スケジューリングを実現するには複雑なアルゴリズムを必要とした。フィッシャーはセルフドレインパイプライン広いマルチポートレジスタファイル、メモリアーキテクチャといったベロへの設計を特徴づける原則を開発していった。これらの原則によって、 コンパイラーが簡単に高速なコードを生成できる。最初のベロウェコンパイラーは、ジョン・エリスの博士論文で述べられている。ジョン・ルッテンバーグもまた、スケジューリングに関する、ある重要なアルゴリズムを開発した。1984年に、イエール大学を離れたフィッシャーは、マルティフロというスタートアップ会社を設立した。その時の共同創立者は、ジョン・オドネルとジョン・ルッテンバーグである。 マルティフロはトレースシリーズというベロウェのミニコンを生産し1988年頃に販売開始した。マルティフロのベロウェは28円算を並列に実行できた。トレースシステムは MSI、MS LSI、ベルシーという異なる技術を使って実装された。こうした異なる技術を混ぜることはあまり評判が良くなく、いずれメモリ以外の部品が一つのチップ状に 実装されるようになる。マルティフロは少し時代を先取りしすぎていたところがある。しかし、主な半導体会社はマルティフロの技術の価値を認め、コンパイラやアーキテクチャのライセンスを取得していた。シリコン技術が進み、より広い実行ユニットが実装できるようになったが、初期のベロウェプロセッサー用にコンパイルされたバイナリプログラムは、より広い実行ユニットを持つプロセッサでは、 実行できない。なぜなら、ベロへの命令セットは、そのプロセッサの実行ユニット数に依存していたからで、ある。トランスメータでは、X86 アーキテクチャのクルーソーという実装において、バイナリバイナリソフトウェアレイヤーで、広報後完成を維持しようとした。クルーソーは、基本的に実行時にリコンパイル、最適化、X86 のオペコードへの変換を、 CPU 内部のマシンコードで行うと言われている。したがって、クルーソーは内部的にはベロウェプロセッサであると言える。インテルの i イテニアムアーキテクチャでは、もっと一般的な方法で広報互換性を維持しようとしている。一つの命令は、複数のオペコードを持ち、それぞれのオペコードが、その前のベロウェ命令との依存関係を示す。ビットフィールドが割り当てられている。このビットは、 コンパイル時に設定されるので、ハードウェアが依存関係を調べる必要がなくなる。また、こうした依存関係情報を命令列の中に埋め込むことで、実行ユニット数に依存しなくなる。つまり、プロセッサは実行ユニットが持つ分だけ、依存しない命令を並列実行すればよい。もう一つのベロやアーキテクチャの欠点は、常に全ての実行ユニットを使うことができず。 ノック命令を実行してしまうということである。これは、そのコード内に、たくさんの命令の依存関係が存在する場合に、起こる。一つのチップ状に乗せることができるトランジスタが増えるにつれて、ベロウェの、こうした欠点は、あまり重要でなくなってきている。ベロウェは、アプリケーションごとにカスタマイズしたプロセッサを使用できる、組み込み市場で人気が出てきている。 組み込み向けベロウェプロセッサは、富士通の FRV、ピカッセルワックスの BSP15、16、ストマイクロレクトラーニックスの ST231、NXP のトライメディア、セイバのセイバ XDSP、インプロブシステムズのジャズ DSP、シリコンハイブなど、多くのメーカーが開発し発売している。また、テキサスインスツルメンツの C6、 XXX ファミリーのトムス320 DSP もベロエということになる。ありがとうございます。